皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドングスレギオン遊んでいきましょう。さあ前回について再始動したケリーミッションを攻略中です。で今回ね、このメインミッション堕落、これを攻略していきましょう。前回ですね、彼女のオークション会場っていうのをぶっ壊しました。それによって事態の発覚をされたケリーは奴隷を殺そうとしますと、サンドストーンレジデンスに向かってメアリー・ケリーが奴隷の口を封じる前に阻止しろ。行きましょうかね。ただどう入る。メアリーは家の掃除に躍起になっているようですね。彼女の近距離でのマイクロチップ制御はまだ有効です。あらかじめセキュリティシステムを無効にしておかないとたくさんの命が奪われることになります。了解よ。とりあえず鍵持ちドイツかなと、トラップ、この辺もトラップバンバンに使っていきましょうね。意外と寄ってこない。なぜ？くそ、ちょっとでもこっち来ればぶっ飛ぶのに。鍵持ちドイツかな。ここはね、パッと見ないかな。とりあえずもう罠を大量に展開する。これも、よし、そう、トラップ。せいこっち。トラップ。これは、あ、でもこれ敵じゃないかな。よし。しびしびさせて。鍵持ちはどこにいる？こいつらな、うまいな、これ避けんの。絶妙に踏まない。これはそう、さっきのとこね。こっち。で、これ外。まあ、普通に突っ込んでしまってもいいと思うんだけど。ああ、でもこれ結構広いな。あとね、そこにあったわ。これか。圏外。ここで圏外。この中庭ね。まあでも場所は分かったね。クモちゃんとかでパーッと行ってもいいか。それかドローンか。宅配ドローンか。荷物の。とかでもよし。まあ行ってしまっていいかな。とりあえず4秒行って、トラップ。お、こっち側。これもトラップ、よし。多分減るはず、一人。これもトラップ、よし。いやー、でもそっち行く。呼んでいく。どうかな。よし。しびしび。こんなもんかな。ぐずぐずするな、探せ。とりあえず、中に行こう。ただこれどう行く？中庭ルート。全部そう限ってんだよね。やっぱ警備は厳重か。あとね、そう、このゲーム。もしなんか自分が一つ要素を追加できるってんだったら、育成要素かな、欲しいの。今んとこそうに一番の致命的な欠陥というか、残念なのが、雑魚ね、これずっと雑魚なんですよ。どんな使っても。経験値とかないし。それが一番切ないかな。あ、で、こっから、こっからか。よし。で、クモちゃんポインして。大丈夫ね。よし。まず、開けとく。で、これがですね、これ開かないんだな。となったら上に行く。上からポイッと落下できるかな。そこに一人。あれでもこれ行けなくない？あ、これ開くのか。くそ。これは、クロークからの、テイクダウン。よし。で、シュラウド。そう。透明にして、トラップ。ひたすらもうトラップ。あと、そこのこいつね。これはただ敵じゃないのか。中庭がですね、こっちのね、そっちなんだな。こいつも透明にする。よし。
あ、でも先に行っちゃうか。そこのこれなんだこれ。これっぽくない？ああ、多分これここに人で来るのか。ですかね。うん、ぽいね。こっから開くのか。さて、となったらば、鍵タイム。敵二人。これはちょこっと、慎重に行く。慎重かつ大胆に。で、ぶっ飛んだ。よし。で、次こいつ。よし。で、透明にして。中庭な、これどう行くんだろう。そっから、ああ、そこっぽいね。まずい。こいつは、大爆弾。で、正面。後ろに多分見られたな。なんだけども、爆走する。こっちだ。よーし。さて。突き出した。鍵です。これがあれば、どっからでも行ける。よし。OK に。さてさて、そしたら行きましょうかね。こっからね、上だよね。こっち。もう進路上でも大丈夫かな。ほぼほぼ敵もいないはず。そっち。そこのあいつはちょっと怖いね。いい銃持ってんな。ちゃ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 。こっちじゃないよ、こっちじゃないよ。そうそう、危ない危ない危ない。今のびっくりした。たまたまの延長線上にクモちゃんがいた。あとね、ここに、オーディオか、と弾薬、いただき。あれはよく訓練されてる。人とは違う。人は怠け者。言われた通りにしない。それに裏切ろうとするから油断できない。まったく自分勝手だものね。でも、犬は違う。犬はただ命令に従う。密かに何かを計画したりしない。下心なんてみじんもない。ただ従って生きるだけ。今のすいません、止まっちゃった。何かよし、一応それから聞いとく。ちょっと待ってね。さっきのこれね、犬について。犬だけは本当に信頼できる。犬、ペットのワンちゃんか、それかの支配した奴隷か。チップ埋め込んだ。よし、これでどうじゃろう。終わったわ。ほら、これを見て。もう行きたいな。かっこよく動け。あら、やろうっていうのね。いや、どれ良いな。もうちょい頑張れ。ああ、少なくともチップは無効化されました。メアリーは下のオフィスに閉じこもっていますが、メインフレームでエレベーターが使えるようになるでしょう。それと、見張りがいるので、頑張って生き延びてくださいね。まったく最高ね。こいつなんかムカつくんで、消しとこう。ほい。さあ次、エレベーター。ここのね、下か。まず電源入れろ。了解です。電源必要か。そこね。あとね、この人。これは、これちょい硬いですね。ちょい硬。よし。バレたない。大丈夫。ここに電源？なんだこれ。できるだけメインフレームの近くに来てください。いやー、またこういうの来たよ、ほら。メアリーのオフィスへとつながるエレベーターを再起動させます。ここは、ガンジャムドッグ。オフィスにいる。害虫をすぐに駆除して。次、どっちだ？どっから来る？こっちから来る。そこら辺、こっから、こっちか。
あぶねー。あー、裏からも来てる。クソ。いやー、これきついって。これトラップ、トラップ、トラップ、トラップ。はい。いやー、それ起動せよ、それ。そう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 。どこだ。これ結構、これまずいんじゃないの。ガンジャム、まずい。なんかタレットっぽいつきた。クソ。いや、なんだよこれ、地味にむずいぞこれ。よし。あー、邪魔しない、邪魔しない。よし。誰か早くなんとかして。トラップ。あと、そこのあれね、戦闘用のボットプレス止まったらこういうの来る。うわー、あー、こいつ強い。待て待て、これこれダメだ、これ。あぶれ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 。レミが死んでしまう、これ。シクルトアニメーターのところに行ってしまう。もう良くない。いや、まだ来るよ、ここのね。こっから多分来るのかな。あ、左からめっちゃ来てる。おい、なんでこいつ。くわー、まずい。回避。ひよってる。クソ。なにこれ、圏外。ぶたば、あぶれ。よし、もういいでしょ、評価してよ、この戦いを。完了です。エレベーターも復旧したので、よし、正面正面。入れるようになりました。それとラウ警部補に回線がつながっています。残念ながらご機嫌は芳しくはありません。デッドセック、そこで何をしてるの。戦闘だよ。約束をしたじゃない、私のやり方でやるって。だから一緒に証拠を集めたんでしょ。手元にある証拠でもう十分よ。でもそれで奴が奴隷を殺すのを止められるわけじゃないだろう。あの女は狂犬だラウ。無駄話する時間はないわ。彼女が妙な真似をしてかす前に踏み込んで、こっちも向かってる。了解。多分パニックルームかな、いるとしたら。絶対安全な場所。でこか、さっきの。ああ、でもこれももしかして激闘かな。来なさいよ、あんたたちの腹渡を引きずり出すのにマイクロチップなんて必要ない。デッドセックね、タイミングだけはいいこと。警察が捕まえに来るわ。へえ、それは楽しみね。全員動くな、下がりなさい。メアリー・ケリー、あなたを逮捕する。すればいいわ、この茶番にお情けで付き合ってやるから。でも長期交流できると思わないでね。いい、あんたたちに目標を与えた。私は恩人よ。またすぐ会うことになるからね。止まれ。彼女が黙ってあんたたちに獲物を取られるとでも。何を守ってるの。人間大戦。約束してくれ、必ずその女を有罪にすると。このクソ。行ってさあ、早く。さあ、これが最後か。メアリー・ケリー。デッドセック。メアリーにはもう逃げ場がない。本当は正しい方法でやりたかったけど、彼女の所業を知った今となっては殺す以外になかった。
あの女はそれに値するだけのことをやったんだ、ラウ。たくさんの人を、アンヘルを苦しめた。あんたは正しいことをしたよ。あの女は救いようがなかった。この世界が少しまともな方に戻ったってだけの話よ。どうかしら。これも正義の一つなのかもしれないけど、私のやり方じゃない。少なくとも最初はそう思ってた。クランケリーの女王は去りましたが、その空いた席を埋めようとする配下はまだまだたくさんいます。そうね、バグリー。こっちでも注意深く見張っておく。クランケリーの残党の情報が入り次第、あなたたちにも知らせるわ。これからも協力し合いましょう、デッドセック。よし、じゃあこれでミッションクリアね。ケリーミッションが終わりかな。ミッション完了、堕落で、2人目が多分消えたはず。あ、だよね、ケリーチャプター完了。さあ、こっからアルビオンはまだ出てこないかな。となったらもう次サーズか。サーズミッション、今ですね、こういう感じ。大ボス4人中2人が死んだ形でも、なんだろう、5人目がいつの間にか追加されてる。これは多分アップデかな。となったらですね、次これ行こうかな。地区ミッション、回り出した歯車で報酬ドローンエキスパート、これ行ってみよう。これがですね、ずーっと行って、この辺り。ドローンエキスパート。これは初かな。行ってみようね。どうしたの、鋼ちゃん。うん、外見たいの。今の、ほら、録音中だから。無理だよ。さあ、ここら辺。まずは、情報提供者。この人か。よし。デッドセックね、アルビオンを懲らしめてるって噂は聞いてるわ。区内の住民も注目してる。だから連絡を取ってみたの。連中にもう一発きついのをお見舞いしてみない？続けて。アルビオンはこの町の名称をくだらないプロパガンダで塗り替えたのよ。当然市民からは反感が湧き上がってる。ロンドンアイよ、この町に暮らす市民のシンボル。ロンドンの中心部にあるみんなの思い出の場所。でもアルビオンがあのひどいロゴで上書きした。今じゃ抑圧のシンボルになり果てたわ。それもはっきりとみんなの目に見える形でね。みんなの士気も大きく下がってるわよ。あ、任せておいて。アルビオンのプロパガンダを片付けるのはこれが初めてじゃないわ。まず電子セキュリティを解除しないと。それには川辺にあるアルビオンの船からあるものを回収しないとダメよ。となるとまずはその船の警備をどうにかしないとね。そういうのは得意でしょ。分かった、やるわ。これこの人もレニーか。自分もレニー、相手もレニーでですね、次エリートシティドローンをハイジャックしろ。これはどっちかな。ずっと行ってこの辺り。これはやっぱりワープかな。そこの河川のど真ん中、これどう行こうかな。これがね、そこなんだな。100何メーター。どう行こう ?150。これは泳いでいく？ハイジャックしろ。そこね。なにこれ、100メーター泳ぐの？面白いですね。行くしかないか。この船の制御装置は試作版 CT ドローンの制御ハブです。観覧車の電子セキュリティ対策を無効にするのに使用できます。ちょっと船を、そう、こう呼んで、海上パトロール、ちょっと待ちなさい。あ、なんかでっかいの来た。ちょい待てよ。よし。これはでも大丈夫だよ。多分乗って大丈夫だよね。よし。で、テイクダウン。ちょっと、黙ってなさい。でですよ。エリートシティドローンハイジャック。これどうしようかな。停止。いや、ハイジャック。まずタレットをハイジャックして、からの、これじゃないの。ハイジャック。ちょっと待ってね。まずい。今ですね、ゲージが溜まってなかった。先にこいつかじゃあ。ゲージを溜めてからの、あ、でも何それか、
やっちゃっていいのか。ビトレインにして仲間にしてボコる。どっちでもいいか。他に敵へなし。じゃあこの子をハイジャックして停止させた上で、よし、ボコっていく。よし。でこの子はですね、水没させる。あ、これできないんだ。これ怖いな。ビトレイ大丈夫かな。死んでるね。よし。その隙にピッピする。はい。さあ次、アイスステーション。これを破壊しろ。CT ドローンの試作品を見たのはこれが初めてですから、今のうちにお楽しみください。それとアルビオンが極めて高価なおもちゃを好きにさせておくとは考えられませんので、何らかの反応があると思っていてください。これはビトレイ味方に変えて、で壊していく。なかなか見応えのあるショーになってきたわ。火花まで散ってるわよ。これミサイル。残りの電子セキュリティ端末を破壊すれば、気持ちいい。プロパガンダをきれいさっぱり除去できます。気持ちいいぞ。あとは残り4箇所。そこに1個、多分このボンベだ、タンクだ。あ、弾が飛び立つ。早く早く。よーし、さあぶっ飛ばしてミサイル。あ、これ8発なの。なるほどね。あと6本ここにないのかな、もしかして。で、こいつはですね、これハッキングできないわ、今の。ドローン捜索プロトコル。あとはもう一箇所、ここでしょ。よし、データの転送了解です。よし、これがその歯車ね。回り出した歯車。さあどうかな。あ、これが長いやつ。これが長いのか。まずい。なんかドローン一気に出てきた。これはこれロックとかってできるの。なんかね、微妙ですね。よし、ロックね。これできてんだかできてないんだかよくわからんな。さあ次、これがロックね。おーし。多分距離詰めればロックって感じかな。あった。さあ次。あー、まだまだ来てんのこれ。まずいね、これ。で、離れるとさらにダメってことね。近づきなさいと。頑張ります。よし。さあ次。どっちかな？今これで6割ね。そこにいた。2発。3発。よし。こいつも。3発。で、リロードかけて、そっから、来てます。多分3発撃っとこう。ポンポンポンつって。かわされたら、こいつ、機銃で撃っていく。よし、さあやったぞ。素敵ね。やっぱりこうでなくちゃ。ロンドンアイがあるべき姿に戻って嬉しいわ。きっとみんなもそう思ってくれる。ロンドンの一部をアルビオンに奪われたのよ。指くわえて見てるだけってわけにはいかないでしょ。本当にありがとう。
あなたたちがいなかったらこうして行動に移すことなんてできなかった。感謝するわ、デッドセック。多少怪我してもデッドセックに参加する価値はあるわ。で、それを恐れない仲間がもっと必要なの。この時を待ってたんだ。さあやろう。よし。このなんていうかな、ハッドはこれ邪魔じゃないの。でですね、この子、これ何が強いんだろう。ガジェット、ダイブ爆弾。選択肢的にドローンでダイブ爆弾を浴びせる。と、ファストハック。すべてのハッキングでクールダウンが劇的に短くなる。と、トニガーショックドローン。特殊なショックドローンを召集する。レーザー攻撃が可能。と、パッシブ。ドローンビトレンハッキング。ビトレンのハッキングを使用し、一時的にドローンを味方にできる。なるほどね。ショックドローン、これやってみたいけど、トリガー。ここは、楽しそうだね。ハイジャック、光線。あ、これ光線っていうモードがあるんだ。注意を引く、停止。これはなんだろうね。この人、つまり、ね、すべてのドローンがもう味方ってこと？一応細かく見ておきましょう。でも怖いね。スキルをよくわかんないまま使ってしまうと死ぬからな。あとこの人なんでこのちょっとこのアイコンがさ、これ引きなの。これほら一人だけね、卒業アルバムの当日来なかった人みたいになってるけど。ミーガン・クルカーニ、ドローンエキスパート。ブログ、ドローンの使い手に投稿している。ショックドローン、ドローンビトレンハッキング、ダイブ爆弾とファストハック。ただやっぱり屋内の戦闘とか向きじゃないよね。屋外戦向きっていう感じかな。今んとこそうね、やっぱり優秀なのはレニーかな。仕事の時間です。もちろん待ちきれない。さあどうね、すいません、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、でですね、次回メインミッションか、内部告発者サーズミッションね、まずこれから攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回もウォッチドッグスレギオンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。